朝倉幹春議員。船橋駅周辺では駅前の西武船橋跡地、そして JR 市場社宅跡地の大規模開発が発表されています。また本庁や開人1日目の小さな路地を未開北署を区割りしていて、民家だったところが解体され中小中央住宅に変わっている様子を多々見受けます。2023年現在、船橋全体での住居の建設と転入増、人口増が起きつつあり、とりわけ船橋駅周辺の増加は著しくなっております。船橋駅南口駅前にあった西武船橋の撤退方針が発表された2017年8月以降、これまで7年間市民文化ホールの移設の可能性も含めた案が示され、私もその都度議会で質疑し、市民の間でもさまざまな議論がなされてきました。基本的には船橋の所有する土地、私有地ではなく民間の開発であります。しかし船橋駅周辺の市民の歩行環境、商業環境に大きな影響を及ぼすことから、船橋市民にとって良い方向となるように開発業者と話し合いを続けるように私は市議会で強く要請し続け、担当課も粘り強い話し合いを続けていただきました。民間の開発とはいえ、その都度計画案を市が公開し、それを質疑した内容を私も朝倉未来公式サイトに情報公開し、しっかりとして議論してきたことが、この度過去の案が廃案となった上で新しく出されたこの度の計画の歩行者動線などに反映されていると感じます。7年間のプロセスは無駄ではなかったと感じます。それで2023年今年の2月6日の船橋都市計画審議会に報告された今回の新しい跡地計画案は、後で質疑します市民の意見反映のプロセスも経て、本庁1丁目特定地区の変更が決定された場合は、西部建物解体後数年で進むことになると思います。まず、船橋市民、船橋駅利用者の方々が、この度の計画を十分に、よく理解できるように、基本的な点を質疑します。今回、所有者、開発者、事業者である大和ハウス工業株式会社が出してきた案は、高い住居棟と低い商業棟が、隣接して建てられる計画です。西武船橋店があった時の特定地区の容積率、高さの最高限度、建物の壁面の位置などの条件を、今回の跡地計画開発の住居棟、商業棟の2棟建設のためにどのように変更する案なのでしょうか。理由とともにお示してください。合わせて住居棟については200メートル51回という話が出ましたが、個数は何個を予定しているのでしょうか。そして商業棟の買い高と買いごとの利用区分、また住居棟、商業棟などの駐車場などの台数もお示しください。都市計画部長。本市の中心市街地として駅前にふさわしいさらなる有効空地の確保や歩行空間の改善、回遊性の向上、地域防災に寄与する地域施設等を整備することで、地域住民や来街者のにぎわい、憩い、交流等が図られる市街地の拠点形成を実現するために特定街区の変更を行うものでございます。都市計画として変更する内容は、面積が約 0.8 ヘクタールから約 0.7 ヘクタールに、容積率が 750% から 900% に、建築物の高さの最高限度が低層部で12メーターから10メーターに、中層部で 32.5 メーターから20メーターおよび40メーターに、高層部で 44.5 メーターから200メーターに変更する予定でございます。また壁面の位置につきましては、有効空地の確保や落下物による危険性等を考慮し、
低層部、中層部、高層部に分けて定めることとしており、変更前より壁面位置を後退し空地を広く取る計画としてございます。建物の戸数につきましては、現在の計画案では約670戸を予定してございます。商業事務所棟の階数は6階で、1階から3階までは商業施設とし、4階から6階を事務所として予定してございます。また駐車台数と駐輪台数はそれぞれおおよその台数となりますが、住宅棟が駐車台数200台、駐輪台数680台、商業業務棟が駐車台数90台、駐輪台数200台設置する予定となっております。朝倉議員。今回の西部跡地の住宅等商業等建設は、船橋市民が、イメージできる首都圏の話で言いますと、飯田橋駅西口にある桜テラスの商業等と住居等が隣接で立つイメージに近いものと感じます。住居等の戸数は670戸であり、住居用の住宅内での駐車台数がその約 30% の200台とのことです。ここにお住まいになる方は、電車ですぐに首都圏にアクセスできる、家を出ればすぐ駅というところに住む方々ですので、さらに多くの方がマイカーなしで生活できるのではないかと感じます。すでに私も含めて船橋市民の世帯の3分の1がマイカーなしの生活をしており、ぜひ大和ハウス工業に駐車台数については、住宅用の駐車台数には減らして、マイカーの増加を抑制し、環境保全するように再検討していただくように思います。次に、建物周りの歩行者動線、回遊性についてお聞きします。お手元の議場配布資料は私の朝倉未来の公式サイトにも載せておりますので、ご確認いただきたいと思います。さて、まず2階部分についてです。今 JR 船橋駅改札を出た後、エスカレーター等で2階に上がると、ケースや京成船橋駅の改札、車庫を2階をつなぐペテストレアンデッキがあります。現状であります。そして今回の案で、車庫側から新建物2階脇を経て、今のみずほ銀行前のデッキとつながる連絡橋デッキを新設し、ぐるっと一巡できるようにする。そしてまた同じ2階デッキが、新建物の商業棟、住宅棟を取り巻く部分にも延長され、広くて歩きやすくなるとともに、植栽、芝生広場、ビオトープなどを配置するとのことです。そしてそのデッキの東端は船橋第三自転車駐輪場と接続し、第三自転車駐輪場の2階から京成船橋駅まで2階デッキのみで通っていけるようになるとのことです。2階でペレスランデッキ部分についてはこの理解でよろしいのでしょうか。1階部分は建物周りの幅が広がり、植栽なども増える以外は、動線については現状と同じと考えてよろしいんでしょうか。そして2階部分へのアクセスなんですが、現在は駅前のエスカレーターと車庫内にアクセス、2階にアクセスできますが、新建物側にも上がり口ができると考えてよろしいんでしょうか。この動線設定にあたっては、船橋市都市計画マスタープランの地域別構想の本町地区の話が踏まえられていると考えてよろしいんでしょうか。都市計画部長。本計画における動線計画につきましては、議員のおっしゃるとおり、船橋市都市計画マスタープラン地域別構想の本町地域の地域づくりのポイントに掲げている、市内外から人が集まる歩きたくなる市街地という方針に基づき、1階部分ではこれまで設置されていた空地とほぼ同じ位置に、より開放的な歩きやすい歩行空間を計画しており、2階部分では船橋駅第三自転車等駐車場から自由通路を経由して既存デッキとの接続により、京成船橋駅までつながる計画としてございます。また1階と2階の移動につきましては、
当該建物に設置するエレベーターやエスカレーター等を利用していただく計画としております。次に敷地内に設置する広場などでは、各種イベント等によりにぎわい創出を図っていくことを検討しており、今後行う市民向け説明会などを踏まえて、事業者と引き続き協議を行ってまいります。朝倉議員。首都圏のペデストリアンデッキで、一番有名で分かりやすいのが大宮駅西口です。でこの大宮駅西口は駅の改札自身が2階部分にあり、それからすべて2階でその各建物につながっている、非常に使いやすい形で、これが本当は理想だったと思います。ただ実際は1階から2階に上がるプロセスがあるので、首都圏のイメージとしては、海浜幕張駅の南口のイメージに近い町に船橋駅がこれから、その要素が強くなってくるんじゃないかと感じます。そして今回、船橋市と大和ハウス工業、事業者である大和ハウス工業の事前協議の中で、防災などさまざまな機能が計画の中に盛り込まれること、特に災害で総武線や京成線などが停止した場合の帰宅困難者待機場所が建物内外に設けられることは歓迎したいと思います。建物内、そして建物外の2階のペデストリアンデッキのスペース、それぞれ何人の帰宅困難者を受け入れることが可能でしょうか。そして建物内の待機スペースを通常時も何らかのイベントなどに利用できるとしたら、と思いますが、いかがでしょうか。都市計画部長。住宅等3階の帰宅困難者用一時スペースにつきましては、居住者の共有部分であるため、居住者以外、通常時には利用できませんが、災害時には約50名程度の収容を想定してございます。また、居住者以外も利用できる2階自由通路につきましては、災害時に帰宅困難者用一時スペースとして、約350名程度の待機場所を想定してございます。朝倉議員。民間の開発とはいえ、船橋駅の南口の環境を大きく変える可能性がある計画です。そもそも市民はこの案の是非、あるいは是とする場合でも、さまざまな改善点はいや要望を十分に市民が述べる機会を作るべきです。どのようにそのような機会を設定しているのでしょうか。そしてそれらの意見をどのように反映させていくつもりでしょうか。そしてどのようなタイムスケジュールで特定地区の変更をしようとしているのでしょうか。都市計画部長。市民の皆様が今後意見を述べる機会といたしましては、予定が変更になる場合もございますが、3月に予定しております市民向けの説明会や6月に予定しております案の概要従覧において、口実の申し出を行うことで、公聴会で意見を述べることが可能になっております。また、その後、9月に予定しております案の従覧におきましても、意見書の提出が可能となってございます。特定外区の都市計画変更につきましては、市都市計画審議会を経て、令和5年12月の変更を目指しているところでございます。朝倉議員。この計画が進み、住居棟が建てられると670世帯が増えることになります。すぐ近くからの引っ越しもあるでしょうが、
市内の各地からの引っ越しや転入者、市外からの転入者も多く、その分児童、この地区の児童生徒の数が増えます。その際、この児童生徒は、どこの中小中学校に通うことになるんでしょうか。そしてそれらの小中学校はその児童生徒を十分に受け入れることが可能なのでしょうか。管理部長。お答えいたします。西武船橋店の跡地の通学区域につきましては、小学校は船橋小学校、中学校は船橋中学校となっております。今までの傾向といたしまして、宅地開発に伴う児童生徒数の増加につきましては、入居開始年度から小学校では約10年後、中学校では約15年後にそのピークを迎えております。西武船橋店跡地に計画されている住宅等の住戸数は約670戸であり、このうちファミリー世帯を対象とする住戸数につきましては、その約半分であると事業者からお聞きしております。船橋小学校は今後児童数が減少していくことから受け入れは可能であると推計しており、また船橋中学校は今後森のシティの生徒数が増加し、通教室への転用や校舎の増築などが必要となることが見込まれますが、ピークを過ぎた時期に減少傾向に入った時期に今回の計画による生徒数が加わってくると推計していることから、受け入れは可能であると想定しております。ただし船橋中学校の通学区域内には他の地区の開発も予定されていることから、調整が必要となってまいります。いずれにいたしましても、今後具体的な計画が進む中で関係部署と情報を密にしっかりと連携を図ってまいりたいと考えております。以上です。朝倉議員。人口が増える開発が行われたからそれを万々歳とするのではなく、そこで増えてくる人口をきちんと受け止められる、その特に教育環境が整備されるかどうかというのは、森のシティが建設された時のさまざまな抜数学も含めた経過で十分体験しておりますので、ぜひもし受けれるんだったらきちんとした形を整備していただくことを強く要望いたします。さて、消防局消防司令センターの港町、今の市役所脇から行田の国家公務員行田宿舎跡への移転方針についてお聞きします。